京都市で昨日開幕した APEC ・アジア太平洋経済協力会議の財務大臣会合は焦点の経常収支の不均衡是正について話し合いが行われています昨日開幕した APEC 財務大臣会合には21の国と地域が参加。 午前9時から始まった本会合では日本が15年ぶりに議長国を務めアジア太平洋地域各国の経済成長と財政の健全化をどのように両立させるかなどが話し合われています尖閣諸島問題など外交関係が緊張している中国の斜局人財政大臣は欠席し議論には代理の財政部副部長が対応しています 午後からは野田財務大臣とアメリカのガイトナー財務長官との個別の面会などが予定されていますその後各国の財務担当大臣らが経済力の異なる国々の持続可能な発展を目指す京都成長リポートを策定し共同声明を採択して閉幕します